皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけみです。 今回は炭酸水にたった一杯〇〇を入れて毎日飲むと一週間で体が激変すると題して科学的根拠にしっかりと基づいて炭酸水に入れて飲むべき最強のものについて世界一わかりやすく解説していきたいと思います健康のために日頃から炭酸水を飲んでいるとか炭酸水に興味があるという人にとって 非常に重要な情報だと思いますので、ぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で炭酸水にたった一杯丸々を入れて毎日飲むと一週間で体が激変するについて、二言で炭酸水を毎日飲み続けるとこうなりますということについて、 3元で体中の細胞が腫瘍化する絶対に飲んではいけない炭酸飲料トップ3について解説していきます。それでは早速1元の炭酸水にたった1杯丸々を入れて毎日飲むと 一週間で体が激変するということをお伝えしていきたいと思います。さて、この動画の最初となる一元では、飲むだけで体が激変する激うま炭酸ジュースについて、合計5つほどご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目にご紹介したい、体が激変する激うま炭酸ジュース、それは記憶力が爆上がりするブルーベリーソーダーであります。さて、 ブルーベリージャムを炭酸水で割ることで非常に健康に良いブルーベリーソーダの出来上がりとなります。ほとんどの食材は生のまま食べるのが一番で、ブルーベリーもまたその例に漏れず自然の状態で食べるのが一番ではあります。 ですがきちんと良いものを選ぶことでブルーベリージャムにもそれなりの健康効果が期待できるんです一説にはブルーベリーはジャムにしても食物繊維やアントシアニンといった栄養素の量は変わらないということが分かっていますただし多くの市販されているブルーベリージャムにはゲル状にするために増粘剤や砂糖が添加されているためあまりおすすめはできません ですが昨今ではブルーベリーの健康効果が医学的にも大注目されることで無添加無加藤のブルーベリージャムも増えてきましたこちらの森のサファイアのような完全無添加ブルーベリー果実100%のジャムであれば理論上ブルーベリーが持つ健康効果をそのままの状態で摂取することが可能です健康のために冷凍ブルーベリーをよく食べているという方も たまには美味しい炭酸ドリンクで喉を潤したくなりますよね。そんな方にこちらの100%無添加ブルーベリージャムを使ったブルーベリーソーダは非常におすすめになります。作り方はとても簡単で適量のブルーベリージャムを炭酸水で割るだけです。これだけで皆さんの体はみるみる健康になっていくことでしょう。 ある研究では、ブルーベリーを1日 80g 食べるだけで病気のリスクが大幅に減ることが示唆されております。中でも中高年以上の皆さんにとって嬉しいのが、ブルーベリーによる脳の保護効果ではないでしょうか 認知症は今や日本の国民病ともいえ2025年には65歳以上の方の5人に1人が認知症になると言われています。ですがブルーベリーソーダはそのような認知症を食い止めるために一役買ってくれるかもしれません。イギリスのペニンシュライカシカ大学の研究によれば ブルーベリーを食べることで、老化による記憶障害の進行を止めてくれる可能性が示唆されております。さらに、アメリカ科学会が行った別の研究では、記憶力の低下が見られる70代の被験者に2ヶ月間毎日、ブルーベリージュースを飲んでもらったところ、飲まなかったグループに比べ、学習能力と記憶力に著しい改善が見られるということが分かっています。このように、 ブルーベリーソーダには記憶力を増強し、認知機能の低下を食い止めてくれる効能が科学的にも実証されていることがわかります。ちなみに今回紹介したブルーベリーのジャムはヨーグルトにかけて食べるのもとてもおすすめになります。スウェーデンのルンド大学工学部の研究によると、ブルーベリーには海洋性大腸炎をはじめとする 炎症性の病気から腸を守る働きがありその効果はヨーグルトのようなプロバイオティクスとともに食べることでさらにアップするということがわかっていますそのためこれからはぜひとも冷凍ブルーベリーだけでなく ブルーベリージャムを使った様々なレシピによって皆さんの健康を維持していただきたいと思います先ほどご紹介した完全無添加のブルーベリージャム森のサファイアのリンクを概要欄に入れておくので気になる方はチェックしてみてほしいですそれではここまでで一つ目記憶力が爆上がりするブルーベリーソーダーについての解説を終わりにしますそれでは次二つ目 体が激変する激うま炭酸ジュース体中の慢性炎症が沈まるジンジャーエールについて解説していきたいと思いますさて炭酸水に生姜を加えることで手作りのジンジャーエールをたしなんでみるのはいかがでしょうかジンジャーエールが体に良いのは他でもなくそこに含まれている生姜の効能によるものです生姜は 体を温めてくれたり風邪の時に免疫力を高めてくれる効果があることで有名ですが最近ではさまざまな研究により生姜に体中の細胞を若返らせてくれる効果があることが分かってきています。マウスに 1>, 1ヶ月間生姜からの抽出物を蛍光で与えた実験によれば血液中の抗酸化力がアップしたのみならず体内の炎症反応が大幅に減少することが分かりました。 この研究から生姜を煮込んで得られる生姜シロップにも高い抗酸化、抗炎症作用があることがわかります。そんな生姜シロップをそのまま炭酸水で割るジンジャエールにもまたこのような健康効果が凝縮されていることは明らかでしょう。体の老化の原因として昨今医学界では 活性酸素と慢性炎症の二つのメカニズムが注目されています。活性酸素とは一言で言えば 細胞を錆びつかせてしまう有害物質で慢性炎症は一言で言えば体のあちこちに起きた火事になります。活性酸素によってお肌の細胞が錆びつけばシミやそばかすの原因になりますし最近では脳神経が活性酸素にさらされることで認知症のリスクを高めてしまう可能性も示唆されているんです。 一方で、慢性炎症は私たち日本人の国民病の一つ、がんの原因であるとも考えられています。慢性炎症は 大腸がんや食道がんをはじめとするあらゆるがんのリスクを高めるほかアルツハイマー型認知症からうつ病に至るまで様々な過励性の病気に関係しているとされていますこれら活性酸素と慢性炎症の両方を一気に抑えてくれるジンジャーエールはまさに老化を抑え全身を若返らせるための奇跡の飲み物であると言えるでしょう ジンジャーエールの作り方はとても簡単で薄く刻んだ生姜を少量の砂糖と一緒に煮込んでその煮汁に炭酸水とレモン汁を加えるだけです砂糖は入れすぎると逆に健康に悪影響を及ぼしますから生姜の辛みが強い時はレモン汁を多めに入れて調整するようにしましょう ただし注意ですが、市販されているジンジャエールには、加藤ドウ糖,糖液糖をはじめとする様々な添加物がたっぷり含まれている可能性があるため、健康のためにはお勧めできません。そもそも市販のジンジャエールには、肝心の生姜が入っていないものが大半で、 でで生姜ののの風味をつけけているだけのものばかりです要はシロップを炭酸で割っただけのただの砂糖ジュースに他なりませんから健康のためにはきちんと本物の生姜から手作りした本物のジンジャーエールを飲むようにしていただきたいと思いますそれではここまでで2つ目の体中の慢性炎症が沈まるジンジャーエールについての解説を終わりにします それでは次3つ目に紹介したい体が激変する激うま炭酸ジュース驚くほどに血糖値が下がるリンゴ酢ソーダーについて解説していきますさてリンゴ酢を 炭酸水で割って少量のレモン汁を加えるだけでさっぱりとした味わいの美味しいリンゴスソーダを作ることができます。リンゴスもまた私たちの若々しさや健康長寿のために非常に有用な食品として今健康界や医学界で大注目されています。リンゴスには 生活習慣病の予防からコレステロール値の改善に至るまで非常に広範囲な健康効果があることが分かっています。特に注目したいのがリンゴスソーダが持つ血糖値の調節効果になります。生活習慣の乱れが関係して発症する2型糖尿病の患者数は今や予備軍も含めると 1000万人以上いるとされています糖尿病は糖石導入の原因の第1位であるなど私たちの健康と幸福を損ねてしまう恐ろしい病気です新型糖尿病は 血糖値の乱高下によってインスリンの効きが悪くなることで発症すると考えられておりますからそれを予防するためには日頃の食習慣を改めて血糖値を上手にコントロールしてあげる必要があるでしょうそのために食事中にリンゴ酢ソーダを飲むことが非常に効果的であることがある研究から明らかになりました 2017年に行われた複数の臨床試験に対するメタアナリシスによれば食事中にお酢を摂取することで食後の血糖値が優位に低下し血糖コントロールが改善するということがわかっていますさらにリンゴ酢ソーダは炭酸によって過剰な食欲が抑えられることから一般的なオスの効能との ダブル効果によってより血糖コントロールが良好になると考えられますまたさまざまなオスの中でも特にリンゴ酢は食欲をコントロールして適切な食事量に調節してくれる効果があり体脂肪の蓄積を抑えてくれることが分かっていますのみならずリンゴ酢には血圧を適正な値に調節したり血中の悪玉コレステロール値を下げることで ドロドロになった血液をサラサラにしてくれる効果も期待できますから体の中からピカピカに若返ることができるでしょう先ほどの研究の通りリンゴ酢ソーダは食後のデザートとしてではなく食事と一緒に摂るのが最も効果的ですからぜひ食事中の水分補給として日々の習慣に加えてみてほしいです それではここまでで3つ目驚くほどに血糖値が下がるリンゴ酢ソーダーについての解説を終わりにしますそれでは次4つ目に紹介したい体が激変する激うま炭酸ジュース乳酸菌が生きたまま腸まで届くヨーグルトスカッシュについて解説していきますさてヨーグルトをね炭酸で割る人は少ないかもしれませんが 意外にもヨーグルトスカッシュという名で親しまれているメジャーな飲み物の一つなんです。ヨーグルトスカッシュはヨーグルトの効能を手軽に得ることができつつも市販の飲むヨーグルトのようなデメリットがないという点が特徴です。 ヨーグルトは非常に健康効果の高い食品の一つではありますが固形のため持ち運びがしづらくお弁当などで食べるには不向きであるというのがネックですですが一方で市販の飲むヨーグルトには大量の砂糖や添加物が含まれていてヨーグルトの健康効果が台無しになってしまうという点で ああままりりおすすめでできるものではありませんそこでご自身でヨーグルトスカッシュを作って水筒に入れておけば外出中にも手軽に喉を潤しながらヨーグルトの健康効果を得ることができますヨーグルトの健康効果としては有名な成長効果の他に 手軽にタンパク質をるるることとががでできるというう点が挙げられるでしょうヨーグルト 100g あたりのタンパク質量は 3.6g で年を取れば取るほどタンパク質は非常に重要な栄養素になるので中高年の方にとってヨーグルトスカッシュは嬉しいタンパク質源となりますヨーグルトスカッシュの作り方は超簡単で お好みの量のヨーグルトを炭酸水で割りレモン汁を少々加えるだけですちなみにこの時豆乳ヨーグルトを使用するのもおすすめです豆乳ヨーグルトはその名の通り大豆由来のヨーグルトでプロテインにおけるソイプロテインのようなものであるとイメージすればよいでしょう昨今は豆乳ヨーグルトの健康効果が注目されスーパーやコンビニでも手軽に買えるようになりました 豆乳ヨーグルトは生きて腸内まで届く植物性乳酸菌や女性ホルモン用作用によって見た目の若々しさを作り出してくれる大豆イソフラボンなど牛乳由来のヨーグルトにはない様々な栄養素が豊富に含まれていますとはいえ豆乳ヨーグルトは独特の臭みがあって食べづらいというのが唯一のデメリットです ですが、豆乳ヨーグルトを炭酸で割って、レモン汁を加えれば、臭みが和らいで、より飲みやすく、栄養を摂取することができるでしょう。ちなみにここに、ほんの少しの蜂蜜を混ぜてあげれば、さらに美味しく飲めるので、おすすめになります。ぜひ皆さん自分なりの美味しいヨーグルトスカッシュを作って、ガブガブと飲んでいただきたいと思います。それでは、ここまでで4つ目。 乳酸菌が生きたまま腸まで届くヨーグルトスカッシュについての解説を終わりにしますそれでは次5つ目体が激変する激うま炭酸ジュース血液がサラサラになる蜂蜜ソーダについて解説していきますさて先ほどヨーグルトスカッシュに蜂蜜を混ぜると良いと申し上げましたが蜂蜜そのもので炭酸ジュースを作るというのもおすすめになります蜂蜜は 甘いにも関わらず血糖値を適正に調節してくれるという奇跡の甘味料として知られていますまた蜂蜜に豊富に含まれているポリフェノールには血液サラサラ効果をはじめとする数々の健康効果が実証されています蜂蜜は1日大さじ2杯程度までであればむしろ 積極的に摂取すべき甘味料とされておりますからぜひ炭酸で割って甘くて美味しいソーダ飲料を堪能していただきたいと思いますさてここまで5つほど激うま炭酸ジュースをご紹介してきました人それぞれ好みがあると思うので気に入ったものを飲んでいただければと思いますまた日によって種類を変えて様々なものを楽しむというのが最もおすすめの方法になります それではこの辺で一言の内容をまとめておきましょう一言まとめこの一言では体が激変する激ウマ炭酸ジュースについてご説明いたしましたポイント1 ブルーベリージャムには記憶力の増強から海洋性大腸炎の予防に至るまであらゆる健康効果があることが知られている増粘剤や砂糖が無添加のブルーベリージャムを炭酸水で割ることで簡単に健康的なブルーベリーソーダを作ることができる。 ポイントょ生姜シロップには抗酸化作用と抗炎症作用の両方があることが分かっていて生姜シロップを炭酸で割るジンジャーエールは老化防止やがん予防に効果的であるただし市販のジンジャーエールの多くは生姜の代わりに香料が使われていて健康効果は期待できないため注意が必要である ポイント3リンゴ酢ソーダーを食事中に飲むことで食事による血糖上昇を抑え糖尿病を予防してくれる効果が期待できるさらにリンゴ酢ソーダーは血液サラサラ効果や血圧の調節効果があるともされているポイント4豆乳ヨーグルト炭酸で割ったヨーグルトスカッシュは腸内環境の改善やタンパク質補給 イソフラボンによる若返り効果など、様々な美容、健康効果を期待することができる。ポイント5。蜂蜜は甘いにもかかわらず、血糖値を適正に調節してくれる甘味料であり、ソーダで割ることで様々な健康効果を期待することができる。ただし、食べ過ぎは禁物なので、1日大さじ2杯程度に留めておくのが良いだろう。それでは次2言で。 炭酸水を毎日飲み続けるとこうなりますということをご紹介していきたいと思います。さて続く2件では炭酸水を毎日飲み続けた人のヤバすぎる末路について合計4つご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目に紹介したい炭酸水を毎日飲み続けた人のヤバすぎる末路は 腸前導が活性化し大量の大便が放出されるについて解説していきますさて炭酸水を飲むことで得られる腸内環境の改善効果は特に起床後すぐで最も効果があると言われています炭酸水は吸収効率が非常に良くどんどん消化管を進んでいくため空腹時に炭酸を飲んで胃腸が刺激されることで消化吸収活動が活発になります 特に炭酸は便秘解消に有効であることが分かっていて炭酸に含まれる二酸化炭素によって腸のぜん動が活発化して大便の排泄が促されることが知られています。 便秘は万病の元とと言われる通り、腸内に便が溜まると、そこから放出される毒素が、腸の毛細血管から吸収され、全身に毒素がばらまかれてしまいます。そうなると、皮膚や脳神経など、全身の細胞が汚染されることで、 様々な老化現象が進んでしまうと考えられています。また、便秘をしている人は死亡率が優位に上がってしまうという恐ろしい研究もあるので、便秘というのは一刻も早く解消すべき危険な状態であると強く認識していただきたいと思います。そのため、便秘がちの人はぜひとも一元でご紹介した様々なドリンクによって腸の健康を整えていただきたいと思います。 それでは一つ目、超前動が活発化し、大量の大便が放出されるについての解説を終わりにします。それでは次二つ目に紹介したい。炭酸水を毎日飲み続けた人のやばすぎる末路は、筋肉の疲労が取れて、無限に運動できるようになるということです。さて 炭酸水はそれ自体が水でありながら体内に多くの水分を吸収する効果があると知られています炭酸水には二酸化炭素のガスが含まれておりますが水に溶けた二酸化炭素は酸性で胃腸をちょうど良い具合に刺激してくれますすると 胃腸のの水水分吸吸収収能力がが活発にになりりたっぷりの水が体内に吸収されていくんですこうして吸収された水分は体中の血管を巡りながら全身の細胞をお掃除してくれます。こうしてたっぷりの水分が全身からかき集めた不純物が尿として排泄されることで体全体がデトックスされ疲労が取れていくんです。さらに最近では炭酸は 筋肉で発生する疲労物質である乳酸の排泄を促す効果があることも分かってきております。乳酸が溜まると体全体がだるい感じがして動くのが億劫になってしまいますから運動を頑張りたいと思った時にも炭酸を飲むのは効果的だと言えるでしょう。 とはいえ運動前後に炭酸を飲んだらむしろお腹がいっぱいになって気持ち悪くなってしまうのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんですが炭酸はむしろ運動中の消化器系の不快感を減らしてくれることが分かっています実際に被験者に疲労困憊になるまで 自転車運動をさせた後炭酸飲料を摂取してもらった実験では糖質飲料の摂取に比べ炭酸水の摂取の方が胃の不快感や吐き気が少ないということがわかっていますこのことからも運動後に炭酸水を飲んで筋肉の疲労を回復させることはおすすめな方法であると考えられます 運動後の疲労はせっかくの運動習慣をやめてしまう最大の原因の一つですからその原因を取り除くことで健康的な運動習慣を継続できることが期待できます。ちなみに、 運動後に飲むドリンクといえばプロテインですから、いっそのこと、プロテインを炭酸で割ったプロテインソーダーにしてしまえばいいと思われる方いらっしゃるかもしれません。ですが、それはあまりお勧めできません。なぜならば、プロテインソーダーはシェイクすることで炭酸が抜け、最悪の場合、開封時に暴発してしまう可能性があるからです。最近では、プロテインは 運動直後だけでなく食事中などこまめに分割して取ると良いと言われておりますから同じ運動のためとはいえプロテインと炭酸はあくまで別々に取るように心がけてみましょうそれでは二つ目筋肉の疲労が取れて無限に運動できるようになるについての解説を終わりにしますそれでは次三つ目 炭酸水を毎日飲み続けた人のやばすぎる末路心と体がリラックスしてイライラが収まるについて解説していきますさて炭酸水には満腹感を催すことで食べ過ぎを抑えるというメカニズムのみならずそれとは別の理由で健康的に余分な脂肪を落としてくれる効果が期待できますその効果とは 代謝を促進する効果です炭酸水は体内に吸収されることで血液量が増え代謝が促されることで基礎体温の上昇を期待できます体温が一度上がることに基礎代謝は12から13%アップすると言われていて基礎代謝がアップすればそれだけ運動せずとも脂肪が燃焼していくと考えられますこのように 基礎代謝をアップさせつつも炭酸水はあまり上げてほしくない交感神経活動を抑えむしろ体をリラックスさせる方向に働く副交感神経を高めてくれるということが分かっていますパソコンのの作業中の被験者に 強炭酸、弱炭酸、水の3種類を飲んでもらい、前後のリラックス度合いの変化を調べた実験では、強炭酸を飲んだグループは、最もリラックス度合いが高いということがわかりました。 このことからも炭酸水を飲むことで被験者の副交感神経が高まっていることが予想されますストレス社会と言われるこの現代社会において私たちは常に大きなストレスにさらされ交感神経が優位に偏ってしまっております交感神経が常に優位であることで不安症や 慢性炎症、不眠などさまざまな現代病が引き起こされると考えられています。そのため疲れた時やストレスがたまった時はぜひ気分転換に炭酸飲料を飲んでみてください。それだけで皆さんの体が健康になるばかりでなく心までリラックスできることでしょう。 それではここまでで3つ目心と体がリラックスしてイライラが収まるについての解説を終わりにしますそれでは次ラスト4つ目にご紹介したい炭水化物を毎日飲み続けた人のヤバすぎる末路肩こりや目の疲れが取れて集中力が爆上がりするについて解説してまいります さて二酸化炭素というのは非常に小さな分子のため炭酸水を飲むと一瞬にして血液中に吸収されていきます。 二酸化炭素が血液に入ると組織が低酸素状態になるためより多くの酸素を運ぼうとして血行が良くなることが知られています肩こりや冷え症といった不快な症状はいずれも末の血行がが悪くなっててしままうことと原因だとされています特に肩こりは頭痛や目の疲れといった嫌な症状を引き起こしてしまうため集中力が下がったりイライラが募ったりしてしまいますよね そんな時にはぜひ炭酸水を飲みつつ首から肩にかけて温かいタオルで温めてあげましょうそうすることで首周りの血行が改善し滞っていた血流が正常化することでみるみるうちに不快感が取れてスッキリしていくはずですそれではこの辺で二元の内容をまとめておきます二限まとめこの二限では炭酸水を毎日飲み続けた人のヤバすぎる末路を4つ紹介しました ポイント1炭酸水を起床後すぐに飲むことで超前導が活発化し便秘がちな人は大量の排便を促すことができる便秘は腹部の不快感のみならず集中力の低下や肌の老化などさまざまなデメリットを引き起こすため炭酸水を飲むことでぜひとも解消しておきたいポイント2 炭酸水には細胞の水分吸収能を高めるほか、筋肉で発生する疲労物質である乳酸の排泄を促す効果もあり、運動後の疲労回復にはもってこいの飲み物である。ただし、プロテインソーダはおすすめできないため、プロテインと炭酸は別々に飲むと良い。ポイント3 強炭酸には代謝を促進し深部体温を上げて脂肪燃焼を促しつつも交感神経を鎮めて心をリラックスさせてくれる効果が期待できるストレスは万病のもとであり日頃から炭酸によって上手にストレスを解消するようにしたいポイント4 炭酸を飲むと血液中の二酸化炭素濃度が上がることで組織が低酸素状態となりより多くの酸素を運搬するために血行が良くなることが知られているそのため炭酸を飲んで患部を温めることで冷え症や肩こりの改善を期待することができる それでは次3件で体中の細胞が腫瘍化する絶対に飲んではいけない炭酸飲料トップ3について解説していきますさてこの動画の最後となる3件では科学的にがんのリスクが爆上がりしてしまうというあまりにも最悪な炭酸飲料について合計3つほどご紹介してまいりましょうそれでは早速1つ目 体中の細胞が腫瘍化する絶対に飲んではいけない炭酸飲料ダイエットコーラについて解説していきますさて炭酸水が腸内環境の改善に有効であるとはいえダイエットコーラのようなカロリーオフの炭酸飲料を飲んでしまってはむしろ腸内環境は悪化してしまう恐れがあります ダイエットコーラをはじめとするカロリーオフ飲料には甘さを付加するために糖の代わりに大量の人工甘味料が使われていますそのような人工甘味料は腸内で悪玉菌の餌となることで腸内環境のバランスを乱してしまう恐れがあるため注意が必要なんです また2014年に有名な科学雑誌「ネイチャーに掲載された論文によれば人工甘味料として広く使用されているアスパルテームやスクラロースによって 腸内細菌の構成が変化し血糖値の異常を引き起こすことが分かっています。また人工甘味料は眼科を引き起こす可能性があるなど私たちの健康に様々な悪影響をきたしてしまうため炭酸飲料を飲む際はぜひとも一元でご紹介したいような健康効果が科学的に実証されているものをできるだけ選ぶようにしましょう。 そしてもちろん人工甘味料が入っていないからといってカロリーゼロではない普通のコーラを飲んでしまうのも禁物でありますカロリーゼロではないコーラには大量の糖分が含まれていて血糖値を爆上げして糖尿病のリスクを高めてしまうばかりでなく血糖値の乱高下自体がストレスとなり体中に炎症反応を引き起こしてしまう可能性がありますまた過剰な糖分は体内で エイジスという老化物質を産生したり、脳機能に悪影響を与えるなど、私たちの健康へのダメージは計り知れません。普通のコーラであろうと、ダイエットコーラであろうと、一元でご紹介したもの以外の甘い炭酸飲料は、ことごとく NG であるということを強く覚えておいてほしいと思います。それでは一つ目、ダイエットコーラについての解説を終わりにし、次に参ります。 それでは次2つ目体中の細胞が主要化する絶対に飲んではいけない炭酸飲料缶中杯について解説していきたいと思いますさて炭酸を飲む機会が最も多いのはお酒の席においてではないでしょうかお酒の代表であるビールはもちろん炭酸飲料ですし中杯をはじめとするサワーやハイボールなど炭酸が使われているお酒は無数にありますよね いくら炭酸自体が健康に良いからと言ってこれらの炭酸入りのお酒が体に良いとは決して言えませんアルコールはあらゆる種類のがんのリスクを高めるのみならず肝臓を痛めつけてしまうなどはっきり言って私たちの健康にとって何一ついいことがありませんので一滴も飲まないのが理想でありますまた ホップやポリフェノールのメリットがあるビールであればまだしも中ハイに至っては人工甘味料だらけの炭酸ジュースにアルコールを添加した不健康の塊と言わざるを得ない健康のためには決して推奨できないものとなっていますどうしても炭酸のお酒を飲みたいという方は赤ワインを炭酸で割って1日1杯程度飲む程度なら良いでしょう なぜなら赤ワインには非常に豊富なポリフェノールが含まれており炭酸で割ればアルコールによるデメリットも半減するからでありますとはいえスパークリングワインとして有名な白ワインにはほとんどポリフェノールが含まれておらずアルコールのデメリットが圧倒的に勝るためあまりお勧めできませんそれではここまでで2つ目缶中杯についての解説を終わりにし次に参ります それでは次ラスト3つ目に紹介したい体中の細胞が腫瘍化する絶対に飲んではいけない炭酸飲料それはズバリ エナジードリンクでありますさて、エナジードリンクはサワーや缶中排と同じくらい体に悪い炭酸飲料であると言っても過言ではないでしょう。エナジードリンクはアルコールの代わりにカフェインが添加されているサワーであると考えるとわかりやすいでしょう。エナジードリンクの主成分は 炭酸と人工甘味料、そしてカフェインであり、後者2つの圧倒的な悪影響によって、炭酸のメリットなど、簡単に吹き飛んでしまうと考えられます。 確かにエナジードリンクにはタウリンをはじめとするさまざまな栄養素も添加されておりますがあくまでそのような栄養はサプリメントと同じで普段の食事で足りなかった分を補う程度の効果しか期待できません疲れた時はエナジードリンクのような体に悪い飲み物に頼るのではなくぜひとも一元でご紹介した健康的な天然のソーダによって体の内側から疲労をとっていただきたいと思います 最近では本当にたくさんの種類のエナジードリンクがコンビニやスーパーで発売されておりますよねついついこういったものに手を伸ばしてしまう方も多いかもしれませんがそこはぐっと我慢してエナジードリンクを飲むことは疲れを取るばかりか大量に含まれている糖質とカフェインによって逆に飲めば飲むほど疲れてしまうんだということを絶対に忘れないでほしいと思います それでは3元の内容をまとめておきましょう3元まとめこの3元では体中の細胞が主要化する絶対に飲んではいけない炭酸飲料を3つ紹介しましたポイント1ダイエットコーラはそこに含まれる人工甘味料により腸内環境が悪化するのみならず砂糖を食べていないにもかかわらず血糖値の異常が引き起こされることがわかっているとはいえカロリーオフでない普通のコーラには 大量の砂糖が含まれそれはそれそそはでで問題であるポイントに貫中肺はあらゆる種類の癌を促進するのみならず肝臓を痛めつけるなど私たちの体にとって何一つメリットはないどうしてもお酒を飲みたい時はポリフェノールたっぷりの赤ワインを炭酸で割る程度に抑えるのが良いだろうポイント3 エナジードリンクはアルコールの代わりにカフェインが添加された缶中肺のようなもので健康上のデメリットが大きすぎると言えるエナジードリンクに含まれるタウリンなどの栄養素は普段の食事を補うサプリメント程度の効果でしかない